どうも、アップメディアのメイヤです。梅津です。今日はですね、はい、ファイトリーグ新ガチャが来ました。来ましたね。新キャラ、新しいピリオド3ですね。そうです、ピリオド3になりまして、はい、なんと US の来ましたよ。新キャラ追加と。新 US、 はい、はい、初めてですよね。初めてですね。18番街でしたっけ。18番街、やっぱり18番街がちょっと今までね、火力的に低かったのかなっていう部分があったので、うん、そうですね、まあ、それを補う感じなのかなと、うんうんうん、効果としては、ランダムにカエルさんとか、ね、はい、そうです、だるまさんとかが出るんだけど、そうです、まあ、1人ね、はい、まあ、それがどう生きるのかちょっと楽しみですね、うん、ですね、はい、今後の環境にも期待しつつ、今日はガチャを回していきたいと、ガチャいきましょう思いますんで、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、というわけで、はい、やっていきましょう。いきましょう。日本 D リーグまで落ちてしまいましたまあ落ちたというかね、ピリオドが変わって、そうですね、はい、変わりましたが、うん、さあいきますよ。はい、まあ僕も20連、うん、メッチも20連で計40連、計40連と今日は、はい、どっちかがね引ければ、どっちか出したいね、どっちか引きたいね。そうすればもうタックの強みをね、そう、活かせるんでね、活かせるんですけど、行きましょう。なんかね、結構、はい、US じゃなくて、はい、S 級だったりのキャラも割と優秀なんだって。そうなんです。回復したりできるらしい。そう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 、そう、かなりね、そっちも狙いつつ、はい、あと、あれですね、今回これ10連で1体新ファイター確定ですよ。そうなんですよ、出やすいんですよね。いいですね。いきます。お願いします。お願いします。お願いします確定。あー、押せるか。あー、よいしょー、いけ、よいしょ。お、金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 、これトイズの新キャラ？新キャラです。やったー！トイズもありがたいですよ。なんか可愛いなのって。可愛いね。メイドの文字盤。はい。いやー、違う。違うんだよ。これで US 来たらマジすごくない？ああ、これは、あれだ。でもこれも GGG、 そう、 GGG のね、あの、回復、回復するやつね。はい。リンク数分回復だから確かに。頼むよ！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 あー、ちょっと見ますか、新キャラ。そうですね。メイドの文字盤、はい、まあ、敵メンバー一体お化けに変身させると、うんうん、ターン終了時ですね。なるほど。これはどうなんだろうな。まあ相手のお化けになっちゃうわけですよね。そうです、相手のお化けなんで、まあ、まあ、そんなにかな。 100だよね、うん、ステータスは優秀。まあでも300、200っていうステータスの効果じゃないですね、うん、ちょっと使いづらいかもしれないですね。ですね。これ強いですよね。これいいよね、ランタン、はい、うん、かわいいし、うん、何よりも確かに。でなんか、すごいね。そうで、 GGG には、はい、待ちわびたと言っても過言ではないような回復効果、はい、やっぱりね、まあ、使いやすいんじゃないかなと。ですね、はい、思います。はい、さあ行きましょう次。はい、行きたいな、引きたいな。いいね。さあ、まあ狙いはやっぱりハンガ太郎、これね。もちろん、もちろんでございます。いきます。いきましょう。はい、頼む。ちょっとなんか今、おロードが、ロードが短かったえー、あっ、危ない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 。あ、でも2個あるじゃん。2個ある。最後にポポンって出た。頼むよ。さあ、これ上の方でまだ消化があるから。あ、変われ変われ。あ、これあれじゃん、18万回新キャラ。これも回復ですね。か、変われ変われ、う、変われ、う、変われ、う、う、なんでまた、またメイドの文字盤出たぞ。これ、回復するやつね。はいはいはい。こいつも確定枠に入ってるやつでしょ、新ファイターでも。そうだね、だから今の10連に関してはこれが、いや、これか、あれだよ、メイド文字ね。あ、多分メイドじゃないんじゃない。待って、今またまだいけるって言ってきたもういけない、もういけない、もういけないな。そう、僕目覚ましでまだいけるって言って朝ゆっくり寝たいからまだいけるって言ってもうこの時間に撮るとね、それ起こるね、出ちゃうんです。なんでこの時間にその目覚ましになるの。いや、わかんないですけどね。なんか前にかけたままなんでしょう、ね、ちょっと消しといてくださいね。はい、はい、じゃあもう梅っち行きましょうか。はい、はい、さあでは、はい、梅っちの10連大丈夫ですか。行きましょう。ちょっと今接続が悪くなっちゃって、はい、出ちゃったんですけど、いきます、10連目。はい、いけ。頼むよ。まず確定がね、お、なかったところにあれなんですけど、金が1つと。頼むよ。昇格ありますから。はい、頼むよ。お、まあこれは、あー、これはアスクリかな。アスクリの新キャラですね。
なるほど。はい。ホバジロってなので。術中技師って言うのかな。ホバジロ。まさか。まさか。まさか。いや、18位の回復ですね。回復ですね。US はでも俺引く前提だから S 級すらねえじゃん。これも持っときたい。 S 級一応そう、ホバジロ。あ、違えよ、違う違う、これあれっすよ。え、マジでアーカイブですよ。アーカイブマジで。さあ行きましょう。つなげることマイトリーグみたいな。20連目頼むよ。 US 行けるか。 US 頼む。結構ランクマッチでね、US 級持ってるんだよね、みんなね。持ってたよね、うん、いきます。マジか。俺もうやだよ、ガチャ引くの。いや、マジでめっちゃいいよ。昇格来い。昇格来い。おきゃ、これ来たっしょ。もうメイドや、メイドやね、これ。はい。というわけで、まあ40連、はい、まあ僕たちは爆死したということで。そうですね。あ、ごめん、一応これ見とくか。そうです、ね、アルマジロー。はい、アルマジロー見てる。ホバジローだっけ。あ、違う、これアルマジローだ、やっぱり。アルマジロー。これでアルマジロー。アルマジローって言うの、これ。でも手番終了にアーツが2つ増えるのは結構強いですよ、これ。でも HP400 なんだよね。いや、でも攻撃力400あるんで。手番終了か、うん、次つながるってことか。可能性もある。だったらそう、可能性ある。なるほどね。結構強いです。うんうんうん。ホバジロまた1個ネタできたじゃん。そうですね。ホバジロじゃねえ、アルマジロ。そう、アルマジロですね。はい、というわけで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。というわけで、今日はファイトリーグのガチャをね、はい、やらせていただきました。まあそうですね、なかなか面白い、うん、そこまで、うん、なんていうんだろう、強すぎるっていうキャラは出てないのかなとは思うようにするんですけれども、ね、まあ、バランスよくいいキャラが入ってきたのかなと思いますんで、はい、うん、皆さんもね、もしもし当たった方はぜひコメントにてご報告ください、はい、コメントください。僕はそれを見て指をくわえて悔しいってなりますんで。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。また次回もね、見てくれたら嬉しいです。バイバイ。